はい、プレチャンネルです。今日も八坂ダム仲間内の大会のプラ3日目、スタート。よし、今日はさっさと巻きます。まずはチョッポから クリアウォーターじゃん、もう、うん、めっちゃ見えとるような感じがするけど、うん、水中でカメラを回したら、うん、意外にササニゴリしとったりするよね。あ、でこうクリアクリアだと思って、じゃあこうナチュラル系のカラーを投げた方がいいとかって思うけど、うん、意外に水の中はから見たら、うん、まあカメラ越しに見とる絵が魚から見とる絵かどうかは知らんけど、うん、あの意外にこう濁って見えなかったりするんだなぁと思ったわけです。フリーで落としてコーヒー飲んで、ダイナットはないね。なんかこの下にいるけどな。そう、こんなとこ投げられたんや。すんま、うわ、怖。すんません。うわ、怖。釣れとんじゃん。いつまで行くんこれ。これ絶対釣れくるじゃろ。またダサダサのフッキング。絶対釣れとるよ。シューティングだった。魚探を見て。でもちっちゃいはやっぱり。そうなるね。はい、ああ、出た。ノーカウント。いやー、一本か。ノーカウント。釣れちゃったぜ。見てないもん、魚。パシャって言ったもん。全然魚。パシャって言ったもん。水面から上がってる。トラウトキング選手権みたいなもん。ネット入った瞬間に持ってた。ネット入ってんだよ。もう手で持った感じだったもん。いやいやいや。今日一番絞り飲んだじゃん。うん。ちょっと朝頭が痛い。あれ、うん、早起きの時は飲んじゃダメだね。あれ、そういうのってみんな学習してんの？
当たり前ですね。魚釣りも酒も難しいですね。いやいや、酒は簡単。超難しい、本当に奥が深い。全然深い。違うのかな、当たったっぽいけど。お、あ、おら。ちっちゃいね。でっかくなれ。一匹目。お、お、スピナーウェイド。お、大きいの？食ったよ。外れやすいけんね。そう。しっかりしっかりフッキングしとんならいいけど。わかんない。あれ。なんかトレーラーみたいな。おい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 。なんかトレーラー、スピナーウェイドのトレーラーだったね今の。